こんにちは、有馬薫です。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。私はこの仕事柄ですね、いろんな方と会う機会が皆さんよりも多いと思います。様々な方がいらっしゃいます。いろんな考えをしていたり、いろんな経験をしていたり、いろんなビジョンを持って生きている人、そういう方たちとちょっと深いお話をしたり、心のお話をすると、大体その方が本気で生きているのか、もしくは本気で生きたいと思っているのかが分かります。お話をすると、その表情や目の奥にある力、こういうものを感じるんですね。本気で生きている人って結構少ないですね、思ったよりも。で、かくいう私も長い人生の中で本気で生きてきたことってあったかなって思います。本気だったつもり、本気で生きていたつもりはあったにしても、やっぱ本気では生きていなかったなと今思うと感じます。で、今確信を持って言えるのは、私は今本気で生きています。この今の本気と昔本気のつもりで生きていた頃とは全く違うんですね。あの頃はあの頃で本気で生きていたと思うんですけど、もちろん精一杯やってました。どの時もどの年齢の時も、精一杯、やってはいたんですけど、本気ではなかったんですね。この本気っていうのが、どういうものかっていうのをその時は、履き違えてたと思います。で、今いろんな方を見てみると、この方は本気だ、この方は、まあ、本気でやってみたいんだけどちょっとねっていう、ニュアンスがね、感じられるんですね。で、このね、自分が今本気で生きてるのかどうか、ここを見極めるポイントがあるんですよ。ですね、やっぱり本気な方は何かを犠牲にしても構わないと思ってます。何かを犠牲にしても構わない、それほど自分は本気で生きるんだと、本気でこの、こういう自分になりたいし、これを手に入れたい、絶対に諦めないという本気度があります。でも欲しいんだけどね、そうなれたらいいんだけどね、でもね、みたいな、方も多いですね。そういう方はやっぱ全然本気じゃないです。何が違うかというと、そこまでしてもやりたいか、そこまでしてもこういう自分になってこういう目標を達成したいかっていう、そこなんですよ。そこがあるかない人はすぐに諦めます。すぐです。で、ある程度頑張ってもやっぱり諦めるっていうことは本気じゃなかったっていうことですね、最初から。で、最初はもちろん本気でやるつもりだったかもしれません。でも途中でやめてしまうということは、そもそもやっぱり本気ではなかったということになります。本気な方は最後までやり続けます。結果が出るまで必ずやり続けます。それが本気ですね。だから本気の方の行動とか、そのエネルギー量っていうのはね、全然違うんですよ。で、まあ私の話に戻ると、前も本気のつもりの時はやっぱ途中でやめるんですね。やめてました。なんでかというと、もういいや、もうそこまでしてねっていうことをやっぱり思ったんですね。で、それはもう本気じゃないから、結局は諦めて
でもやっぱもう一度あれが欲しいとかね、こうなりたいっていうのが諦められないからまた挑戦するんですよ。でまた最初からやるんですけど、結局また途中で諦める。何が足りなかった？この本気度が足りなかったんですよ。で今私は本気で、自分を生きてると自信を持っています。だから途中でやめないんです。途中で諦めないんです。でそのためには諦めないために、本気で、やるために必要なものを全て最初に準備します。これを準備しないと自分がいくら本気でも続かないというのが分かってるからですね。だから環境をまず用意するんです。でもこの環境を用意するということさえしない人がいます。その方はもう、やらないと決めてる人ですね。本気にはならない、自分の人生を本気で生きないっていう人はその準備さえしない、何かを犠牲にちょっとでもするんだったらやめる、やらない、これは全く本気度はないですね。でもその準備をする、何かを犠牲にしてでもやるということはこの準備をしっかりやる人なんです。だからもし何か手に入れたいものがある、達成したい目標がある、なりたい自分がいるんであれば、まずはどうしたらそうなれるかという準備をすることです。準備というのは環境です。この環境であれば、そして自分が本気であれば必ず、これが手に入る、こうなれるっていう、確信を持って挑めば間違いないです。 100% 結果が出ます。セルフイメージを絶対に変えるぞと、月に、いくらの収入まで上げるぞと、こういう人物になるぞと、何でもいいんですけど、この本気度が欠けてたらいくら環境を用意したって何もならないんですよ。それをね、身に染みてます私自身が。で人を見るときにお話ししたら分かるっていうのは、あ、この人は本当に本気でやりたいとは思っているけどまだ、確信が持ててないなとか、気持ちはあるんだけどやっぱどこか本気になってないなまだとか、いや最初からこの人全くそれをやろうという本気度がないなとか、いやこの人は絶対に、間違いなく最後までやり通すなっていうのが分かるようになったんですね。まあ前はその確信が持てなかったですね。この人の本気度はどうなんだろうっていうふうに思ってたこともあるんですけど、今はもうね、30分、1時間、まあ、そのぐらいお話しすれば分かりますね、どうなのか。でやっぱ変わりたいっていう思ってる人はたくさんいると思います。自分のセルフイメージを変えたい、人生変えたい、もっと良くしたい、精一杯自分らしく生きたい思ってても、なんで変わらなくて今に至るのかっていうのは本気じゃなかったからなんです。自分は本気のつもりでも本気じゃないんですよね。結果が出てないってことは、変わってないってことは本気ではなかったと思ってください。私もその同じような人でしたからね。でも本気になると間違いなく成長しますし、間違いなくそうなれますから、本気になってください。犠牲が必要です。命の次に大切なものを犠牲に、できるかどうかですね。そしたら、犠牲にできるよっていう人は本気です。最後までやります。でもいやそれは無理です、それはできないですっていう人は本気じゃないからやらない方がいいですね。そこまでの本気があるかっていうところなんですよ。
で本気の方は自分らしく自分の人生生きれますよ。この先もずっと間違いなく、はい、でもねぜひね一人でも多くの方に本気で自分を生きていただきたいっていうのは私の願いなんです。だって人生全然違いますからね。毎日が全く違いますよ。本気で生きてる時と本気じゃない時は。本気で生きようと思ってみてください。ということで今日は、本気についてのお話でした。皆さん本気になってくださいね。本気で自分生きてくださいね。では、今日はここで失礼します。有馬薫でした。それではまた。